穴絶対直すからな。あの猫、君の猫だったんだ。原油野郎、お前も手伝いに来てたのか。手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。コホン、ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは銀融詩人の小さな秘密さ。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。例えば足跡とか。お願いね、リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。そうだ、この魚はリトルプリンスの大好物だから、持っていけば何かと役立つはずよ。言ってた猫じゃないか。きっとあれがリトルプリンスだよな。
近づこう。そっとだ。足音を立てないよう体を低くして。オイラみたいに飛べないのって大変だな。うん、不安だったら魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたらどうだ。魚は猫の好物だろ。魚がなくなったら近くの湖で取れば大丈夫だ。さあ行くぞ。モンドへようこそ。かなり探したんだぞ。もうリトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら、吟遊やろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちに、この弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。こんなに近くにいると猫アレルギーが。またどうりで自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。私の願いを聞いてくれるかな。どうせ君もモンドの酒飲みで。じゃない。そうよ、ジンが倒れたって聞いたから書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。じゃあ。あ、待って、実は私が言おう、リサさん。
先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。実はワイナリーからの搬入が遅れているんだ。よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれないか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか、ちょっと心配でしょ。助けに来てくれたのか。ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に会うのは初めてだよ。もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら俺もお前も支払えるような額じゃないからな。それじゃあ頼んだ。俺はこの先で待ってる。Yeah.
早く処理しないと全部腐っちゃうよ。ありがとう。もう半ば諦めてたんだ。お前がいてくれて助かったよ。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。じゃあな。
わかった。すぐに出発するね。あ、アンバーだ。もしかして依頼の件かな。あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。ヒルチャールの討伐はこの偵察騎士に任せて。ソラさん、どうしたの？安心して、偵察騎士の実力は本物なんだから。ごめんなさい、実力を疑ったわけじゃないの。お店のオーダーがあまりにも多くてちょっと困ってて。今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理を準備することに。でも旅人、大丈夫なのか？料理の味とか。そこは気にしないでください。これは鹿狩りの名誉に関わる戦いです。あれこれと襟好みはいたしません。それじゃあ、スイートフラワー3つと鶏肉3つお願いしますね。そう、早く準備してください。アンバーさんもお願いしますね。ここで待ってますから。スイートフラワー3つと鶏肉3つ、もうご用意できたんですか？では、確認。うん、合ってますね。食材は揃いました。じゃあ、7番卓からのオーダーです。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きを一つお願いします。完璧に旅人のことを料理人扱いしてる。鹿狩りの手伝いをしてくれるんでしょ。出来たての美味しいのお願いしますね。最近ますます賑やかになってきましたね。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きできましたか？聞いたことあるかい？鶏肉のスイートフラワー漬け焼き、はい、確かに。わあ、この香りすごく美味しそう。鹿狩りのシェフにも全然負けていませんよ。あと、人参とお肉のハニーソテーもお願いします。人参とお肉のハニーソテー、確かこの前、アンバーと一緒に食べたよな。
鹿狩りの看板メニューなんです。鹿狩りの誇りがぎゅっと詰まってます。騎士団の会食でもよくご注文をいただくんですよ。では人参とお肉のハニーソテーのレシピを教えますね。おいおい、鹿狩りの看板メニューのレシピをそう簡単に教えて大丈夫なのか？あなたの料理の腕なら鹿狩りの看板に泥を塗るようなことはありませんから大丈夫ですよ。人参とお肉のハニーソテーが一つ完成したらこちらに持ってきてください。飽きたら鹿狩りで働くことも検討してみてくださいね。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事って大変だ。ジンは体調良くなったかな？教会に見舞いに行ってみようぜ。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。星と深淵